はい、皆さんこんにちは、小山翔平です。本日は阪神の前監督の岡田監督がですね、育成制度、アマチュア球界の空洞化というところについて警鐘を鳴らしているというところがありましたんで、巨人の元育成選手であった僕の立場からですね、少しその問題についてお話をしていきたいと思っております。はい、まずお話ししていく前にですね、まあ一体まあどのようなことをおっしゃったのかというところを振り返っていきますと、まあ阪神の場合ですね、あまり育成選手を多く取らないというような方針でやってるみたいなんですね。その理由はですね、やはりアマチュア球界の、まあ、空洞化といいますか、新しい芽を摘んでしまうというところもあったりとか、うん、まあいろんなところを考えて、まあ岡田監督はですね、阪神はですね、あまり育成選手を取らないというような方針を、まあ貫いてきたというところですね。で、これに対して、まあいろいろ賛否があるというところで、まあ今日ね、ちょっとお話をしていきたいと思います。まず最初に僕の結論なんですけども、まあ僕ももともとね、まあ関西大学というところから、まあ読売巨人軍に、まあ育成選手として入った立場のね、僕の意見を言いますと、好きなようにやらせてあげたらいいんじゃない？ただ、岡田監督が言ってるアマチュアの空洞化、うん、アマチュア野球のレベルが下がるっていう意見に対しても、まあ同意ができるというスタンスで今日お話しさせていただこうかなというふうに思ってます。はい。じゃあまず最初になぜそういうふうに思ったか。うん。なんで行けるときに行った方がいいというかね。うん。自由にやらした方がいいんじゃないかっていうような意見なのかっていうところをお話ししていきますけども。やはり、まあ小さい頃からですね、まあ、プロ野球選手になりたいと。うん。思ってみんな野球を続けてきてるわけですよ。で、まあ確かに育成というところではありますけども、まあどこどこチームのユニフォームを着たいとかっていうのはやはり長年の夢なので、うん、行きたいと自信があるんだと、育成でも一軍で活躍する、這い上がっていける自信があるんだと思うような人はですね、僕は挑戦してもいいんじゃないかなと思います。うん、まあ反対の意見として、まあ大学4年間とかね、まあちょっとこう、まあこれは高卒の場合ですけども、まあ大学4年間しっかりみっちりやって、ドラフトでかかった方がいいんじゃないかっていうような、反論意見もあるかなと思いますが、まあ将来というのは誰にでもわからないと、うん、予測不可能だというところを踏まえると、かかった時に行く。まあこれもすごくいい判断なんじゃないかなっていうふうには個人的には思うんですね。はい。まあ確かにこうドラフトでかかればお金がね、すごく増えたりとか、まあ待遇もまあ良かったりとかっていうところはあるかなと思うんですが、まあそこも個人の自由と、うん、自信があるんだったら行きたいと思うんだったら行ったらいいんじゃないかっていうのが僕の意見でございます。その中で、まあ、先ほどね、まあ、岡田監督がアマチュア野球が空洞化するんじゃないか、レベルが低くなるんじゃないかっていうね、そんなに囲い込んじゃうと、うん、っていうような、まあ、懸念点というか反論あると思います。はい。まあ、実際、まあ、巨人であったりとか、ソフトバンクホークスっていうところは、まあ、非常に、まあ、ソフトバンクなんか特にそうですよね。まあ、非常にこう、育成選手をたくさん取るっていうところがあるので、そういった意味で、先ほど言ったように自信があるよ、うん、僕は一軍で活躍する自信がある、うん、這い上がって いけるっていうふうに思ってる、うん、もしくはプロ野球のユニフォームを着たいんだっていうふうに思ってる選手からしたら、巨人であったりとかソフトバンクのように多く囲い込むというかね、うん、獲得するチームがあれば非常に、まあ、嬉しいことなのかなと思います。ただ反論があったりとか懸念点があるのも事実だと思います。その中で
そもそもプロとアマチュアよく議論されますけども、具体的にどういったところが違うのっていうところをお話ししていきたいと思います。まあやはりプロはまあ環境がいいとかね、よく言われたりします。まあ巨人もそうですし、まあソフトバンクだったり、そういったところもそうだと思うんですけども、やはり大学の、まあ一流大学と言われるような大学の施設をね見ても、まあ明らかにプロの施設の方がいいです。はっきり言ってもう段違いだと思います。はい。まあそれは仕方ないことだと思いますし、まあプロはそれだけでやってるんでね、うん、まあ大学はいろんな部活があったりとか、そういったところもあるので、まあそれは仕方ないことかなと思います。でよく言われるのが、指導なんかもいいんじゃないか、うん、プロの方が、まあ、専門的な選手というか専門的なコーチがたくさんいて、いろいろ、まあ、アマチュアとはレベルが違うんじゃないかっていうような意見もあります。確かにおっしゃる通りだとは思うんですが、まあ今現状、まあ今の時代の流れからするとですね、あまりコーチが例えば一人の選手に対してガイ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 こう教えていく、まあそういったことは非常に少なくなってきてるんじゃないかなと感じております。ですから自ら学ぶ、うん、まあ今はまあこの YouTube であったりとか、まあいろんな情報源がたくさんある、うん、まあそういったところを含めると、あまり指導の質というところに関して言えば、あまり大差がないというか、うん、自ら聞きに行けば、そのプロのコーチたちも教えてくれますけども、基本的に、自分のやり方があったりとか、うん、自分で何かこう、あ、これだというような、動き方であったりとか、まあ、方法であったりとかっていうのを確立している選手の場合はですね、あまりこう大学とプロの指導というところを比べても変わらないというかね、うん、ただ一つ変わるとしたら体のケアというか、うん、まあ、トレーナーさんが常にいたりとか、そういったところも含めて体のケアとかそういったところに関して言うと、まあ、プロとアマチュアは少し差があるのかなとは思いますが、まあ、指導というところで言えばですね、あまりこう変わらないというか、うん、まあ自ら学んでいくスタイルが主流になりつつあるというところですね。で、その中で、まあ最後に、まあ対策というところをお話していきたいと思います。はい、先ほど言いましたように、僕は行けるときに行った方がいいんじゃないのっていうようなスタンスでございます。はい。実際僕も、まあ大学から育成選手っていうところだったんで、まあ就職活動をね、まあ辞退して、うん、まあ読売巨人軍に入ったという経緯がありますから、まあ行った方がいいんじゃないかって、うん、やりたいと思うんだったら行った方がいいんじゃないっていうような意見を持ちつつも、やはり岡田監督がおっしゃられたようなアマチュア野球の空洞化というかね、うん。レベルが低くなってきてるよっていうところの対策はしていかないといけないんじゃないかなっていうふうには思ってます。その中でやっぱり対策としてはですね、育成選手の人数を制限する、うん、これは非常にいい案なんじゃないかなと思ってます。まあ先ほど言ったようにソフトバンクは特にね、まあ4軍っていうのがありますから、非常にこうたくさんね、育成選手を取ってると思います。まあ巨人に、ついて言ってもね、確かに多く取ってると思います。で先ほど言ったようにユニフォームを着たいとか、例えば巨人のユニフォームを着たいとかいう選手なんだったらいいと思うんですよ。ただ僕も実際経験がありますが、やっぱ入ってからがやっぱしんどいんですね。うん。なぜかというと支配下70人という枠に対して育成選手が例えば30人40人もいますと、で他に、まあ、外国人選手の枠もありますって話になってくると、まあ、なかなか支配下に上がることって難しかったりするんですね。狭き門なんですね。うん。まあ、みんなある程度やっぱり、才能があったりとか努力してる人の中で、そこから育成選手から支配下を勝ち取っていく、ましてやその球団の補強の状況であったりとかに応じてその枠が変動するっていうところがありますから、非常にまあ、育成から試合下に上がる、まあ簡単なんじゃないかって思われてるかもしれないですけども、
まあ結構難しいことではあるのかなと僕は今思ってますと。うん、その中でやっぱり育成選手を制限していくっていうところは、選手にとってもメリットがあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、先ほど言ったようなアマチュア野球界の空洞化、レベルが低くなってきてるんじゃないかっていうところの問題に対してもストップをかける、まあ一つのいい案なんじゃないかなって思うんですね。でもう一つ案があるとすればですね、現役ドラフト制度をもっと活用できないかっていうところは僕感じてるところなんですね。で具体的にどういうことかというと、まあ現役ドラフトって今こう育成選手の選手が除外されてると思うんです。ただ、そのことによってやはりこうね、先ほど言ったように枠が少なかったりとか、まあコーチの指導とか監督の指導合う合わないとかね、環境がね、ほんまだったらもっと成長できたかもしれないのに、その環境にいたせいでまあ、育成選手のままクビになってしまったっていうような選手ってまあ5万といると思うんですね。うん、だからその選手たちをね、少しでもまあ救うというかね、うん、良くするためにはまあ現役ドラフト制度をもっと活用すると、うん、まあ具体的に言うと今ね、育成選手の現役ドラフトっていうのは除外されてますけども、まあ僕の案からするとまあ3年目までですね、まあ、育成選手で終わった選手を、まあ、現役ドラフトのテーブルに並べると。で、もう一つ言うと、支配下の選手が、まあ、育成に落ちたりすることもありますよね。その選手も、現役ドラフトに並べられる。こういう制度を導入すれば、非常に、面白いんじゃないかなと思ってて、まあ、その理由としては、まあ、やはり、先ほど言ったように、まあ、環境が合わないとか、うん、まあちょっとこう指導者とね、ソリが合わなかったりしてちょっと伸び悩んだ選手、ほんまだったらもっとこう才能があったのにっていう選手を、まあ才能があったのにというふうに思う、まあ育成選手が現役ドラフトのテーブルに候補に並べられることによって、もしかしたら他の球団から取られて、うん、いい環境で伸び伸びやって、非常にこう実力が伸びてって、もしかしたら一軍で出場する、そんなこともあるかなと思うので、この制度は非常にいいと思うんですね。で他の目線から見ると、先ほど言ったように支配下の選手を育成の選手に落とす、まあよく、巨人がですねプロテクト外しなんじゃないか、うん、これは FA 補強で人的保障を回避するためにこの選手を育成選手に落としてるんじゃないかっていうような議論っていうのは、ここ数年ね、よく議論されてるところはありますけども、その選手も現役ドラフトのテーブルに並べられるというふうに、してしまえば、そのプロテクト外しというのを安易にできなくなる、安易に、できなくする、しなく、やりにくくするっていうところにもつながってくるのかなと思いますんで、この、現役ドラフト制度を活用しながら、3年目までに育成から支配下に上がらなかった、上げれなかった選手をテーブルに並べ、また支配下の選手が育成に落ちた場合のこの選手を現役ドラフトのテーブルに必然的に自動的に並べるという制度をやってしまえばですね、プロテクト外しというところと育成選手が、なんて言うんだろう、芽が出なかった場合、うん、ソリね、合わなかった場合、いろいろあると思いますから、そういったところの、芽を潰すというところのこの二つの問題に対してすごくいいアプローチができるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ現状まあこういうことは実現になってないですけども、実現されてないですけども、この制度をまあどちらかですよね、育成の選手を制限するのか、現役ドラフト制度を今言ったようなね、制度にするのかっていう、まあこの二つの解決策ですよね。こちらのどちらかを、こちらか、あのね、一つでもいいので、どちらかできると非常にこう育成選手にとってもまあいいと思いますし、このアマチュア野球っていうところに対しても、例えば空洞化とかね、うん、そういったところも歯止めが効くっていうところで、みんながね、非常にこう、いいんじゃないか。うん。みんながウィンウィン。
になるんじゃないかなっていうふうに個人的には思うので、まあこれは、こうやってやるべきだって言ってるわけではなくて、まあ提言というかね、あくまでこう提案というところで、させていただきましたけども、まあ非常にこの案が一番いいんじゃないか。うん。制限するのか、現役ドラフトのルールを変えるのか。っていうところに、アプローチをね、選手会の方たちがやっていくことができれば、まあ、より良い、プロ野球界になっていくんじゃないかな、というふうに思っております。はい。そんな感じで今日は、まあ、ちょっと難しい問題についてね、取り扱わさせていただきました。まあ、いろんな意見があると思います。はい。実際、自分が、例えばね、息子がいたりして、まあ、育成で行くって言ったら、うん、まあ、僕のスタンスとしては、まあ、僕も実際育成の選手だったんで、じゃあ、例えば僕の息子が、そうやって言うんだったら、じゃあ、こう、頑張ってみなさいと。ただ、甘い世界じゃないから、それだけの覚悟を持ってね、一日後悔せずにやっていくんだよ、というふうなね、言葉をかけて、送り出していくとは思うんですが、やはり僕のように、そういうふうに送り出す親ばっかりではないと思いますし、ましてやその高校生というところに関して言えば、少しね、まだこう、まあ人間的にもね、未熟なところがあったりとか、うん、まあ大学に行くメリットなんかも非常に、大きいかなとも思いますし、まあちょっと話それますけども、今、まあ、その、まあ、大卒でね、入って、まあ、育成として入って、まあ、3年でクビになって、まあ、いろいろ自分で事業をしたりとか、まあ、今、アメリカ、サンフランシスコにいて、自分でスタートアップ企業をね、立ち上げようとしてる僕からの、まあ、意見からすれば、まあ、大学っていうところももちろん、まあ、人脈がとか、うん、学力がとか、まあ、いろいろありますけども、まあ、僕の意見としては、まあ、社会が少しずつ、まあ、学歴、が重視されて、いかなくなるというかね、どちらかというと学歴よりはスキルに、スキルが大事になってくるみたいな社会にもなりつつあるのかなとも思うので、まあ実際どちらが正解か、まあ育成としていくのか、うん、大学に進むのか、どちらが正解とかは結局ないんですけど、まあ本人がやりたいと、うん、自信あるんだと、もうこのチャンス逃したくないんだと、それぐらい強い思い、うん、優秀な選手であればですね、まあ十分育成選手でも戦っていける、うん、大学に行ったとしても、それぐらいの気持ち、意気込みがあれば、大学でも4年間しっかりやってドラフトでもかかるかなと思うので、それは、まあ、結局のところ本人次第なのかなっていうところはありますから、はい、まあその岡田監督がね、岡田前監督がおっしゃる、まあ、アマチュアの空洞化っていうところにも、十分ね、僕、意見としては同意できますし、じゃあどうしていかないといけないのかって言われると、やはり選手会の方がですね、もう少し動いて、まあ制度をね、うん、みんながこう、良くなるような制度を作っていく。うん、まあそういったことが今後ね、より必要になっていくんじゃないかなというふうに感じました。はい、そんな感じでね、今日は終わっとこうと思います。ぜひね、皆さんの、まあ、意見、というかね、子供がいらっしゃる、親の方もたくさん、このチャンネル視聴者の方にはいるかなというふうに思いますんで、ぜひね、私の息子が育成で行くって言ったらどうするみたいな感じでね、そういった、コメントもね、いただけると、すごく参考になるので嬉しいと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わっときます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。